もう今火使ったけど、もう火なんてなくたって勝てるから。あんなもんしなくたって勝てる。ただあれはクドに見せつけのためにやっただけだから。世の中そんなに甘くないってこと。そんな有刺鉄線で自分が変わったっていう。女自分の性格なんてそれだけで変われるもんだよ。もともとこういう性格なんだからひねくれてるなっていうか、それを信じた苦労が甘い。それだけかな。まあ病院でよく考えることだな。それ少しと信じちゃいけないということを教えてやっただけ。あんなアマちゃんには無理だね。FMW の任務を仕切るのは。まさかの土屋の裏切り行為により体に、そして盟友豊田の見下り班で心に大きなダメージを負った工藤。この四面楚歌の状況の中、彼女は再び立ち上がれるのだろうか。そうですね、ドルメニコ一番悪いことになってしまいましたね。クド選手だけがもう空回りしていたという、すごいこれも虚しさしかないですね。今のも長い時間は何だったのかと思っちゃいますね。コンバット選手も一番恐れてた事態になってしまいましたね。この表情のコンバット選手の気持ちを見守っています。場内も正常です。こればかりは何とも言えないですね。クドが甘いんだ。この世の中こんなに甘くないってクドが教えたの。これ3対1になってしまいました。それでも立ちも取れてますね。なんかもう間違いじゃないかっていう感じが始まりますね。最後の最後で大どんどん返しがありました。これはもうすごい悲しかったですね。本当に。どこかという感じだったんでしょうね。トール選手の人トールされちゃうと言われてもしょうがないなと思いますね。そのトール選手との間に亀裂が入ってまでも土屋選手と組んだわけですからね。ジャーマンで、ピンフォールを取られてしまいました。3対1ではこれはしょうがない結果だと思います。さらにマットロックミリタリーの今度はチェーン 9.25 コロケンホールシリーズ最終戦となりました。ここはもう完全決着戦、ある意味で完全決着戦なんですけども、この土屋選手とコンバット豊田選手、工藤選手の間の関係というのはちょっと複雑になってまして、工藤選手とコンバット選手の間にこう何て言いますか、不信感が芽生えてしまう。そうですね、一つを捕まえたら一つがなくなってしまったっていうかね。土屋選手も確かに、クド選手と今度やっていくという姿勢を見せてますからね。コンバット選手にすればまだ信じられないと、難しいですね。クド選手にしてみればこの時点で、とにかく信じて行動してみないことには何もつかめないと、そういう部分もありましたね。そうですね、これが一番ですね。コンバット選手がリングサイドで見てますね。ここですね。工藤選手にスチボン、これも強烈でしたよね。試合中工藤選手はこの起きた事態というのを把握できてないわけなんですよね。そうですね、はい、っていうのもあって、あと私の中ではやっぱり信じたいっていうか、それを土屋のその行動を知って、そうですよね、そうだねっていうのもあるんですよね。当
突然の土屋選手の乱入でしたけれども、あのラリアートの時点ではまだ誤爆かなという部分もあったんですが、土屋が一気に久保選手です。あ、久保選手、これ胸がうつろですね。そう、もう意識ないんですよ。ここは覚えてなくて、近づいた時に強引だったので、はい、多分これ本能で動いてると思うんですけど、全然今こう見てこういう状況だったので、はい、ここが問題の火炎放射シーンです。脅威をもう上半身に振りかけてます。ここから先は工藤選手本人に見てもらうのはちょっと辛いものがありますね。もう全く動けない状態です。動いてないんですね。前止まり選手ですね。うわ、これです。完全に意識ないですね。これが工藤選手が、首筋両肩この右から出ている部分に火傷を負ってしまいました。髪の毛のトンネルに見えました。ほぼでした。これも小松選手に起こります。